沙織、少しキュート。あれおかしいな、もう30分も過ぎちゃった。駅前に11時って約束したのに。あ、そうだ、こんな時、沙織は自分の電話番号をダイヤルします。そして暗証番号をピッピッピッ。沙織、私、リエ、ごめん、彼とデートすることになっちゃった。だって、お出かけ先から友達の伝言を聞いたり、私の伝言を入れたりと、伝言版にも早変わり。産業おしゃれなテレフォン、キュート。年頃の必需品です。